2020年の5月の7日木曜日ということですね。ゴールデンウィーク明けということで、緊急事態もとりあえずね、まあ東京はまだ継続中ですけども、13地区を除いて、解除、というかまあワンランク下がったんですけどもね、まあそういう感じで、まあ東京だとかあと大阪だとかね、人が多いところ、コロナウイルスがガンガンいってるところは、前と変わらないですけどね、ということでね、ゴールデンウィーク明けたんで、どんな感じかなと、まあ昨日もね一回やったんだけど風が強くてね、ちょっとできないっていうか、あの雑音が多すぎてね、で今日もね風強いんですけどもね、とりあえずやっとこうというかな、まあ天気いいんだよすごく、で暖かいっていうこともあるんでね、ちょっとこう外に出てきて、ということなんだけどね、まあでも本当にもう少し風がね、止んでくれるといいんだけどもね、やっぱりね、こういう状況だとね、やっぱり家にいてくださいっていうか、あんまり出歩くってね、ことをやらなくてさ、でまあ逆に言うと出歩いてもね、店とかは全部閉まってるしね、どこ行っても人がそんなにいないと、まあいないっつってもいるんだけどね、結局はね、だけど、いつものように人がいっぱいいるわけではないし、店は閉まってるしと、まあ、そんな感じでね、それこそこのコンディションが悪い時にふらふら歩いてても、ね、どうだっていうね、まあ、そんな感じで、そうするとやっぱり家の中でゴロゴロしちゃうんだよしたらさ、ここ1ヶ月ぐらいでね、また体重がね 500g ぐらいね増えてやんの、そりゃそうだよね、あんまり外出ないし、散歩とかもほとんど歩いてないからな、歩数的に、だからまあ1週間に1回ぐらいか、万歩超えるのが、あとはみんなだから3000とか4000とかそんな感じじゃない、だからまあある意味ね運動不足運動不足ですよ。でまあそんな感じでね、だからといってまあ今日だって出てくるって言ったってね、風が強いしって、まあ今日はだから昨日じゃない、おとついにね、やっぱりねビデオ回したんだけど、昨日はねビデオ編集しようと思ってふらふら時間が過ぎちゃってね、でそうそうそう外出て行こうかと思ったらちょうど雨にぶち当たっちゃってさ、時間がだいたい3時4時ぐらいかな、で要するにちょっと買い物行くだけだから、まあ1時間も外に出てけばいいだろうみたいな、そんな感じで昼間うだうだしてたらさ、いざ出てく、もう全部ね、部屋の中にいる時は本当に、パンツ一丁とかね、暖かくなってきたからさ、まあ、そういう感じなんだけど、ちょっと着替えてね、外出てくジーパン履いたりなんで準備してて行こうと思った瞬間に雨降ってきた、ドガーッとね。それからもう昨日はすごかったでしょ、雷がドッカン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 ね、その前あたり2日ぐらい確か地震が続いてるよね、だからなんかこう天変地異、半天地異みたいなもんだけど、でも本当にそんな感じでね、なんか、まあコロナの問題もそうだけど、なんかおかしいよなみたいなね、そんな感じで、ふらふら歩いてていいのかなとかね。でやっぱりね夜中がね、あんまりそのなんて言うんだろう、睡眠不足とか、ね、寝れないとかさ、そういうことって、なんかあれなんだけどさ、寝れないっていうのはね、おかしな話でねと思うんだよ、起きてれば眠くなるからね、逆に言うとずっと寝てて起きるから寝れないんだよ、だから起きる時間がある程度起きていれば必ず寝れるみたいなね、
だから俺今までそんなにこうね寝なきゃいけないとか、ああね明日早いから今日はこのもっと早めに寝なきゃダメだとかそんなことがなくて、本当にね、うん、眠くなったら寝るみたいな感じでいたからさ、全然こうなんていうの、その寝れないなんてことがねなかったんだけどさ、ここのところ来てね、なんかあれ急に夜中になっちゃったよとかね、まあそんな感じで、朝早く起きなきゃいけないこともいけないっていうかね、だってなんかそんな感じじゃない、あの早起きは三文の徳とか言ってね、三文っていくらだよみたいなね、あそんな感じで何が得なんだとかね、まあ本当そんな感じだからね、だからやっぱ早く明るい時はやっぱ起きていろいろと動いてたりとかした方がいいのかなとかね、そういうこと真剣に考えちゃうけどさ、うん、だから結局そういう風にして、あなんか寝れないよねって夜中のさね、夜中の12時過ぎぐらいにさ布団の中入って寝れねえなって、それは寝れねえよ夜中の12時じゃねえ、うん、3時とか4時になるよコロッと寝てるわよ、ね、だけど最近はね3時とか4時にねうたた寝してね起きるんだよ、あれやばいこんな時間まで、ちょっと寝てたんだと思って起きるじゃないですか、本当はね例えば1時とかね2時ぐらいにね寝るつもりだったのがさ、ずっと寝ててさそんな時間になっちゃって、それから寝ろったって無理だからねはっきり言ってね、うん、いやもちろんだから例えば8時とか9時になれば寝れるんだけど、8時とか9時に寝ててもしょうがないからさね、やっぱり早起きは三文の徳だろね、だからといって無理やり寝ようと思えば寝れない、寝れないと後で、なんとなくこう少し溜まるんだよねストレスがね、うん、でそんな感じでなんかやっぱりあれだよな寝れないよなとかっていう感じがちょこっとあったんだけどさ、まあでも基本的にはそう眠くなったら寝りゃいいし、ね、起きていたければ起きていればいいっていうそういうねことでね、で今日もね昼過ぎにね、ちょっと横になったんですよ、だから1時間ぐらい寝てさ、やばいもうこんな時間だよとかね、うん、今日はほら不急不要じゃないけれどもちょっと買い物に行ってきて食い物とか買ってこようかななんてふと思ってたからさ、こんな時間に起きちゃったらどうすんだよみたいなね、うん、そんな感じでね慌てて出てきたんですけどね、だから2時過ぎ3時まだ3時になってないんだよね確かね、2時41分だってもうあれじゃないか、20分もすれば3時じゃねえかよね、だから結局あと 1,2 時間、夕方帰ってか、うん、今日まだ飯炊いてねえんだよな、だからね、帰ってから飯炊くとやっぱり3時間ぐらいダメでしょっていうか、1時間もすればね飯炊けるんだけど、炊きたてほやほやってさもう暑いんだよな、あでなんかべちゃべちゃしてるっていうかね、そこからこう湯気が出てね、湯気が出てだん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 ね、正常に戻るみたいな、そんな感じだと思うんで、そうするとな、うん、やっぱりちょっとあれかなとね、思うんだよね、でもまあいいやみたいなね、でこういう時ねついついね弁当買っちゃうんだよね、最近はそんな感じで、で弁当はねあれどうなんだろうな、昔さお弁当屋さんっていうのがさ結構ね70年の後半ぐらいから80年、まあ85年とかのバブル期みたいなね、うん、結構ほっかほか亭とかさね、お弁当屋さんって結構町のお弁当屋さんだよな、できていたじゃないですか、いっぱいあったじゃないですか、その時さ、うん、確かね一番安いので海苔弁とかが250円ぐらいだったんだよね、うん、でそれからまあ何年かして値上げして300円とか海苔弁がね、うん、一番安いので、まあ、280円とかさそんな感じだったんだよね、うん、で今買ってる弁当も大体そのぐらいの値段なんだよ、値段なんだけど唐揚げ弁当とかね、なんかこうなんていうの、昔のだからそういうほか弁なんかに比べるとワンランク上のさ、うんね、そういう弁当が今ね300円ぐらいなんだよ、だからなんかね得した気になるんだよね、だけどまあほら結構まあ油もんとかさ焼肉ってベタっとしたやつとかさそんな感じじゃないですか、
うん、だからあのね、だってのり弁とかだったら白身フライとかさ、のり引いてあるとかさ、そんな感じじゃない？でもあれで十分だったんだよな、250円ぐらいでな。今だからそんな値段じゃ買えないしね、あのちょっとしたお弁当屋さん行けばみんな大体500円ぐらいするじゃない？うん、だからまあ俺が買ってるところは大体300円ぐらいでも買えるからいいけどさ、うん、でもやっぱりな、あそんなんで、昔に比べてだから海苔弁とか最近食ってないからまたちょっと食ってみたいなって気はあるんだけどさ、うん、だけどどうなのかな、あんまり白身フライは好きじゃないしね、っていうか白身フライって何の白身だか分かんないよね、なんかあの外国の確か魚なんだよな、あの海苔弁に入ってる白い、やつってね、フライってね、うん、であとちくわが半分とかさね、あと何あったっけな、唐揚げ入ってたかな1個ぐらいは、どうだっけ、うん、あと佃煮がちょこっととかね、まあ、そんな感じだよな確か、もう覚えてねえもんな全然な、もう何十年も前の話だし、うん、だからでね、そこの弁当ってのは唐揚げ弁当買ってきたらね、唐揚げが4個入ってんだけどやったらでけえんだよ、だから唐揚げ2個ぐらいにしてさ、ね、あとの 2個はさ冷蔵庫の中入れといて次の日とか食うんだよね、うん、だからなんかこう得した感じっていうのが結構するんだけどさ、うん、いいのだろうかそういうせこい感じでいいのだろうか、うん、だからまあとりあえずねご飯だけ炊いとけば ね、あとはあでも基本なんか本当納豆とかさ卵焼きぐらいで全然平気だからね、まあ偏食といえば偏食なのかもしれないし、栄養があるかって言ったらどうなのかっていうのはそこは分かんないけどね、まあただ今はねやっぱりこうちょっと塩分控えめとか糖分控えめとかって話でね、なんかよく食い物に関しては分かんないんだよな、だから何食ったらいいのかっていうのはさっぱり全然分かんないんだけどさ、うん、まあこういう時はもう基本に帰って酢飯ですよね、酢飯って言ってなんていうの、寿司の飯じゃなくてさもう全くのご飯だけ、みたいなね、で昔だったらそれに塩ぶっかけて、ね、食えばあそれでよかったし、佃煮とか買ってきてそれだけで十分でしょう、ね、他に何か食うものあるかい、うん、だけど今やっぱりねもうちょっとね栄養とか考えるとね、でもよ結局栄養とか考えてさいろいろ食ったとしてもさ薬とか飲んでるわけじゃん、そういう薬をさ、あれだから結局栄養もクソもあれじゃない、下手したらないんじゃないか、うん、なんかそういうふうに思ったりするんだけどな、うん、だから逆に言うと食ってもしょうがないし最低限食っときゃいいのかなと、あだからよく言うのはほら暴飲暴食って言うでしょ、ね、確かに食い物っていうのは栄養もあって、健康にもいいだろうっていうのがあるんだけど、とにかく度を超えるとダメなんだよね、暴飲とか暴食すると逆に言うとそれは健康じゃなくて不健康になっちゃうっていうね、微妙なとこだよね、だからそういうのってね、うん、だからよくほらお坊さんとかの精進料理っていうのは結構そういうね、もう最低限みたいな感じなわけじゃないですかね、いやあれでいいんじゃねえかとね、だからご飯とだから味噌汁もダメなんだけどさ、ね、そういうものがあってご飯と一汁一菜ね、一切それで済ますみたいなね、それでいいんじゃないかなと思ってはいるんだけどね、うん、ただやっぱりなんだろうね、本当にこうやっぱり体力がなくなってんのかな、ないのかな、なんかねだんだん調子悪くなってくるよね、年かな、うん、年とうとうハッピーじゃないブルーですよね、私に乗ってますそんな感じだけど本当に、だけどどうなんだろうね本当にね、だからねもう 何が良くて何が悪いのかっての最近よく分かんなくてさ、ね、特に病院なんか行ってるとさ、ね、ダメだからねそれよく分かんない、ただね、病院もほらこのコロナの問題で、あんまり行きたくないところのね、ベスト3ぐらいに入ってきちゃってるからね、院内感染ね、うん、せめて新幹線とかだったらいいんだけど院内感染ってどういうんだよっていうね、もう芋づる式にね、病気になったりとかね、まあでももう本当にね病気自体がさなるようにしかならんからな結局はな、
誰も病気になろうと思って飯食ってないし、病気になろうと思って生きてないし、だから病気になるっていうのは本当にね、まさかという坂登ってる下ってる、そんな感じだよな。突然ですもんね、トエモアですもん、ある日突然ね、沈黙しちゃうっていうね。でさらにストレス溜まっちゃってね、ぼーっとしちゃうみたいなね。まあまだそれはそれでいいんだけどもさ、でね、なんだと、なんだっていうのは、今日もまたね、全く取り留めもなく喋ってますからね、本当にね、どうしようかっていうね。いや今日はね、さっきの食べ物の話じゃないけども、ここ1ヶ月間、こういうふうにね、緊急状況で、ね、自制していろいろやってたわけだけど、なんていうの、その方がいいんじゃねえかっていう感じなんだよね。で店が閉まってるとかっていうのはやっぱり嫌だけども、このまんまの状態でね、例えば休むみたいな、まあ多少の仕事だから、みんな仕事しすぎなんじゃないのっていうね、まあそういう話なんだけど、だからね、レベルを落として、ただ健康とかね、今日なんか公園に誰もいないんですけども、ね、学校が要するに休みになって、学校のガキどもがみんなだから遊ぶ場所がないから公園で大騒ぎして、やばかった時があるんだよね、1ヶ月ぐらい前にね。そういうことがなければ、普通の公園の状態でね、大人たちがちょっとこうベンチに座ってお茶飲んだりなんだりしながら、そして時間が流れてくっていうのがいいなと。ねえ、営業でも何でもこう、靴の底を減らしてさ、歩き回ってどのこうのするよりそっちの方がいいんじゃないかと思ったりも、したわけよ。ただ問題は結局この 1,2 ヶ月のようにのんびりしちゃうと結局仕事にならんっていう部分だよね。だから要するにその仕事にならんっていう部分の仕事の要するにギャラの効率を上げればさ、ねえ、いいわけだから、要するに経済の全体の枠組みを考えて、仕事しなくてもある程度仕事すれば、生活ができるパターンに持っていけばそれは問題ないでしょう。ただ要するにそうすると、ね、だからお金がいっぱいあって楽ができるっていうのは逆に言うとどういうことなのかと、そこら辺の考え方だよね。楽なんかしなくてもさ、朝起きてなんかゴソゴソやって、夜ね適当な時に寝て、でまあその間にちょっと友達と会ってワイワイやって、それぐらいのことで十分人生って楽しくないかっていうねそういうことなんだけどさ、なんかね、だからそういうことをふとね考えて、本当なんて言うんだろうな、本来だったらさ、去年もそうだし、もう、コロナの前まではさ、もう本当にもう政治なんかでも本当そうだったじゃないですか。ね、最低賃金1500円にしてどうのこうのとか、そんな話ばっかりでね、どうしたら皆さん幸せになれるか、みんな幸せになれるか、安心安全になれるかとか言ってね、やってたわけだけどさ、ちょっとブレーキかけてスピード落とせばいいだけじゃんっていうね。ただブレーキ落としてかけてスピード落とすとすれば、それなりにノロノロになるから、そうした時にじゃあそれでもね、バリバリでスピード出してた時に比べてどうなんだっていう、そこが結構問題になるところでしょ。それが今までできなかったわけじゃないですか、やっぱりこう一生懸命頑張ってやっててね、それがこういうことで突然緊急事態とかなんとかで、有無も言わさずやらなきゃいけなくなった時にやってみたら案外良かったっていうね、まあそういうことなんだけど、ただね、いやだから条件はあるよね。 お店がちゃんと開いてるとかさ、ね、必要なものが、ちゃんと揃ってた上で、じゃあそれだけブレーキかけてやれるかっていう、そこの、ね、ことってあるけども、多分できると思うんだよ。
ね、で例えばほらあっちこっちのね世界飛び回ってさ、行ったところにさあのなんていうのあのおいおいなんかこうお金いっぱい持ってってさ、これあげますあげますって、やればその分まで稼がなきゃいけないけどね、一応そんなことすることは俺たちにとって必要なのかと。でその点俺たちも稼ぎまくって日頃言って汗流して涙流して、ね、消費税 10% 払ってで何が残ってるっていうねそういう感じじゃない、うん、だから今回のだからスローダウンっていうのは結構ね、いろいろ考えることは多かったような気がするんだよ、うん、で、なせばなるなさねばならぬ何事もというね、まあ、そういう感じで、うん、のんびりとね。だから焦る理由だからまああのいろんな人がいるからね、人によっては焦ってガン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 、いや 焦るっていうんじゃないな、もうもっともっとだから一生懸命やって、稼ぎたいっていうそういうこともあるわけですけど、まああののんびりやれてね、そこそこうまいもん食えてね、みんなと楽しくやれればいいんじゃないっていう感じするんだけどね、どうかな。なんかね、俺なんかそういう風に思ってて、まあこれからもね、まあ、若い時だったらどうかわかんないけどね、若い時だったらまだバリバリ、これからだよみたいなね、やるよってね、一日は48時間とかね、平気で言いそうだもんな、鉢巻きしながらな。いや、俺だけに限らず みんなそうだと思うよ。寝てる暇なんかねえんだとかってね、うん。それこそね、コマーシャルあったら リゲインだったっけ、24時間働けますかってね。でなんかすごいなんかリズムのある歌で、リゲインリゲインってあれしたけどね、えそんなのが出てきてさ、もしも売れた日にはもう何を言ってんだ、24時間じゃなくて48時間だろうと、1日48時間頑張んなきゃって。その48時間っていうのはよくわかんないんだけどね、うん、早い話がね、24時間しかないのに48時間ってことはどうすればそうなるのっていうね。だけどやっぱり24、48の方が大きいから、そうだそうだとかね、思わず言いたくなっちゃうわけで、あだからそうやってだん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 わけのわかんない世界にはまり込んでいくというね、でその挙句がバブル崩壊ね、ガツンという、そういう中で、あとはもう30年20年30年の不況がドカーンときてね、で、ね、今こういう状況なわけだから、休んでいいんじゃねえかよ、30年も不況続いてんだったらさ。その不況続いてるのが不況だからって一生懸命やったって不況は不況で変わらないというね、そういうことでしょ、もういいよそんなの、うん、あんまりこういうことね言ってるとね、何後ろ向きなとかね、うん、前を向け前をとかね、うん、後ろ向きで、どこに行くんだって、いや後ろ向きで前に歩いてますとかねいやいやいや、そんなんどうでもいいんですけども、うん、まあそんなね、いい感じで、まあ、とにかくのんびりとね、のんびりと行ければ面白いかなっていうのはちょっと最近思ってて、ね、で要するに、まずは自分がのんびりできて、それでまあこれでいいんだっていうね、やっぱり生きていくっていうのはこういうことだなと、そこがやっぱり、もっと確実にね思えてくれば、うん、のんびり行こうぜ、慌てずにさっていうね、まあそういうことになってくるんだろうけど、うん、まだまだちょっと分かんないやな、うん、ただねやっぱりね、5月に入って、天気がいい、今日ね風が強いけれどもとってもね青空なんだよ、画面じゃそんなにね青空ってのは分かんないかもしれないけれども真っ青な青空でね、まあ、雲が出てるからそんなにね、雲のところはやっぱ白いんですけど、そのホワイトとさ、ね、ブルーがさ微妙にこう絡まって、これ英語だよ、ね、英語はホワイトっていうのは白いってことだよね、ブルーっていうのは青ってことだよね、青じゃなくて青だよね、でその色合いがすごいこうスカーンと抜けてていい感じなんだけどさ、うん、まああと何時間かすれば夜になって真っ暗になっちゃうんだけどね、
あ、まあこの時期ですから夜はねもうとにかく早いから、 あっという間に朝がなる、朝になるからね。でもあれだな、まあこういうこともあるんであれだけども、やっぱ 朝の散歩って行かなくなったね。まだ5月だからな、そういう面ではまだ5月だからこんな感じかもしれないけども、朝の4時とかさ、そういう時間帯にこうふらっとね、だからもう今日で4時40分ぐらいがね日の出なんだって。早くなったよな本当にな。だからさ、もうなんていうの、つい数ヶ月前までは3時に目覚めたらまだ真っ暗だったのがさ、ね、だいたい4時ぐらいにね、4時でも真っ暗だったよな。だからそれが今4時でもさ、うっすらと明るくなってきて、1時間もしない間にさ、もうそこら辺のものが全部わかるというね、携帯がどこに置いてあるか、時計がどこに置いてあるか、ね、体温計がどこに置いてあるかっていうのはすぐわかるというね、そうするとやっぱりもうどう考えたと起きなければいけないでしょう。よっぽど眠いなら話は別だけど、そこまでねもうはっきりくっきりわかるようになればもう起きるしかない、そんなに朝早く起きてていいのかとね、本当そういうふうに思いますわ。でもいいんですよ。その代わりね、秋とか冬はもうどっぷりね。逆に言うとそこが寝れねえってことなんだろうな。やっぱり季節的な意味でね。もうだって7時まで真っ暗だもんな朝のな。ね、今の季節なんかも7時ったらもうラジオ体操終わっててさ、ラジオ体操は年中6時半ですけどね。終わっててもう本当にもうみんな元気はつらつですよ。オロナミン C の時間帯ですからね、行くでっていうね、でラッシュアワーで、ね、電車乗って疲れたみたいなね、もう会社に行く時はもうフラフラになってるっていうね、しょうがねえなーもうみたいなっていうね、まあそういう部分ってのは結構あるからね。だからまあそういう面では本当に、秋冬は本当によく寝れるんだけどさ、また逆に言うとね、寝れないっていうことで、ぐちゃ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 するっていうのもこの時期の特徴でもあるわけでね、まあ仕方がないところだけども、この時期は、この時期って今のね、この5月の真っ青な空っていうのは本当に気持ちがいいね。これからもうなんかもうすごいいいことがたくさん起きるんじゃないかっていう気になるもんね。ね、たくさん起きるんだったらそれに越したことないよ、ちょっと面倒だけど、だけど起きるんじゃないかっていう気になるって、このね、イメージ的なものね、このイメージ的なものが大切なんだよ。ネガティブネガティブじゃなくてね、やっぱポジティブの方がね、であれだよね、よく出るな本当に。今のねネガティブとかいうのはね、確かね、札幌161倉庫のね、ケイシーさんの歌なんだよね確かね。あの歌ね、本当忘れないよね、ネガティブっていうのはな。いや今突然自分でね、何気に喋っててね、思わず自分で大笑いしてるっていう、そういう感じですけども、やっぱりそういうもんなんだろうな。ちょっといい歌ってそういうことだよね。全編知ってるわけじゃないんだけども、なんかその一つの言葉とかさ、ね、その音の流れっていうのがネガティブって分かっちゃうんだよな。いや、まあ、そういうことにね、ちょっとでもこう気がついたってことはやっぱり、今日はやっててよかったかなっていうね、まあそういうことなんだけども、いやでも本当ねあれですよ、なかなかね、配信ができないのでこういうふうにね録画で、やってますけどね、なんか本当にね、もうどうでもいいやみたいなね、やれるんだったらこれでいいじゃないかよみたいな、全然録画で OK じゃないかよみたいな。ただやっぱりただくっちゃべってぶん投げるよりはさ、えらい時間も手間もかかるんで、
面倒だよな本当に、うん、でやってる間だから逆に言うとさ、ごまかし君を作ってる間は他のことはできないからね、パソコンで1台しかないから、ここがやっぱりネックだよね。ね、普通の配信だったら本当30分の30分40分の40分ね、配信してそれを要するにアーカイブしとけば、ね、いいんだけど、やっぱりこう録画となるとやっぱり、いろいろとねパソコンに取り組んだり、アップロードしたりとかね手間がかかって、挙句の果てに風なんか強いとね、やっぱり編集するぞみたいな形になって、風の音全部カットしたりとかさ、そんなことでね、もちろんウィンドウカットっていうのついてて、ね、それはねオンにしてあるから、あ、それがなかったらもうめちゃめちゃなんだろうな、風ぐわーちゃーちょバタバタバタバチ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 ってやってんだろうな。あ、まあそれがある分だけまだいいのかなっていうのがあるんだけど、うん、まあやっぱりね、でもまたね、やっぱりそのカメラをこう持ち歩けるっていうのがやっぱり、いいなっていうふうに思うんだよね、うん、計画してさこの映像を撮ろうとかっていうんだったらまたそれはそれでやり方があるんだけど、俺なんか持っててさハプニング的にこうパチンと回すんだったらね、この程度で十分っていうね、まあそういう感じなんだよね。だからまた高い、もう少しね高い機械も高級な機械もね買いたいなとは思うんだけど、まあなんか、ね、例えば5年持つとして、ね、考えた時に、俺の5年先ってのは一体 いくつなんだよってことで考えれば、まあそこまで必要でいいかみたいなね、いや本当そんな感じなんですよ。でもやっぱりその瞬間にその、いいもので、クオリティ上げるっていうのはそれはそれでありなんだと思うんだけどね。あ、まあまあ早話が単なるね、ケチだっていうことだよね。いいじゃないかよってね、クオリティが上がるんだったらもう高い機種買ってさ、画質なんかもバッチリしろよみたいなね、そういうね、ことだよね。編集ソフトだってね、やっぱり普通のめちゃめちゃ高いのこうやっていろんなことがエフェクトとかできるようにした方がいいでしょうみたいな、できないところ一生懸命やるのがいいのよっていうか、できないだらけなんだけどね。うん、まあでもやっぱり手間かかるよなっていうな、あ、それはやっぱりいいソフト使えばそれなりに、手間もかかるし、悪いソフトだと生地足りない分だけ、ね、いろいろとこう調整したりなんなりして手間かかるしって、結局同じじゃねえかよみたいなね、そういうことも思ったりするんだよな、うん、まあいろいろな、うん、いろいろな考え方だよな、うん、だけど本当にこれからどうしようかっていうね、これからどうしようかっていうか、だから飯を買いに行くんだけどね、飯っていうか食材を買いに行ってきてぐるっと回って、でもあれだよね、ゴールデンウィークはね確か昨日で終わったと思うけど、今日明日でまた週末なんだよな、ね、あとさニュース見てたらさね、あれだけね緊急事態があった時っていうのはさ、毎時間のようにさ緊急事態のコロナウイルスでどうしたこうしたって話なんだけど、今日あたりはさもう1時間おきのさラジオのニュース聞いてもさ、ほとんどねコロナのニュースはやんねえんだよな。あれすごいよね、まるでなんかこう1ヶ月ね、みんな緊急事態で頑張ったから、あ、もう本当に良くなりましたよみたいなさ、そういう印象なんだよね。だけどさ、結構ね、救急車が音を立てて走り回ってるっていうのがあってね、でも音を立てて走り回ってる割には全然数値が上がってないから一体どうなのかな。でもしかしたら結構ねいろいろと作られているのかなっていう感じもするけどね、うん、
そんなの分かんないし、そんなのはね、どっか小説かなんか、何年か後に小説かなんかでもうとんでもないね、めちゃくちゃなストーリーの、そういう話が出てくると、これが真実だったのかとかってね、まあ嘘か本当か分かんないけども、面白く読めるんだけどね。うん、まあ今のところは本当にね、だからこういう問題ってね、何が何だか分かんないっていうのが必要ね。だから分かんないからこそ、それこそしっかり考えないとっていうね、まあそういう感じだけど、考えるには年を取りすぎたかなっていうね、そういうこともあるわな。いや本当にね、分かりません。どういうことなのか、まあしょうがないっちゃしょうがないけどな。今日もね、本当また新しい公園でね、カラスが一生懸命、騒いで、うわすごい、ゴミ袋の中にね、くちばしで穴を開けて突っ込んで、中のものを取ろうと思ってね、周囲の様子を伺いながらね、チェックしてますよ。それもでけえカラスが2匹、見える限りはね。カラス、カラスもやっぱりちゃんと仕事するんだね。もしもだから残飯で美味しいものがあれば、それでなんかラッキーって感じだもんね。発泡スチロールばっかりやったら今度プラスチック食っちゃって、ね、またえらいことになっちゃったりもするかもしれないけどもね。カラスもなかなか鋭いよそういう意味ではね。というかやっぱりみんなね、やっぱりサバイバルかかってるんだろうな、いろいろとね。でましてね、雷もガンガン鳴るし、暴風も吹き荒れるし、地球というのは宇宙船地球号とか昔ね、なんかわけの分かんない、なんかあれだけど、みんなそれで、そうだよなとかって思ったんだろうな。宇宙船地球号だっけ。ねえ、なんか確か紅白かなんかで聞いたんだよね、ディスカバージャパンとかね。だけど宇宙船地球号っていうんだったら、太陽の自転とかじゃなくて勝手にね、宇宙あちこち行ってくれりゃいいんだよな、地球もな。そうすると面白いのにね、M78 星雲行こうぜとかってね、みんなで手を挙げて決めてさ、多数決で決定して、これから M78 星雲行くからなんてね、何年かかるか分かんないけど行くから、でそのうち途中でね、応仁の乱みたいなのが起こったりしてね、なんで途中で応仁の乱が出てくるのか分かんないけど、とにかくそれでね、M78 星雲行くの中止になってね、じゃあ他のところ行こうとかね、やっぱり太陽系がいいよとか言って太陽の周りにまた戻ってきたりとかね、それぐらいのなんていうかな、幅があって、振り幅があった方が面白いんじゃないかと思うんだけどさ、だって宇宙なんかどうせ何も分かんねえんだからさ、ね、何万光年だっつって、なんだよって話だよね。何万光年、光の速さで何年だからって、何万年だからっつって、光の速さって、俺たち光の速さ、計算としては光の速さなのかもしれないけど、その速さにさ、ひっくり返ったってね、それで移動できるわけないじゃんね。何考えてんだよ、頭の中だけで計算するんじゃねえよとね。実際に時速ね、歩速4キロぐらいが精一杯だよ。年食ってくればもう4キロだっていかないからね、ふらふら歩いててね。ただね、酔っ払いとかさ、そんな感じで見られちゃったりするわな、結局はな。それでなくてもな、あれなんだけど、まあなるべくね、本当に若い時ってね、多かったんですよ、職質が。ちょっと歩いてたらね、お兄ちゃんちょっと何どこ行くのとかっていう話があって、結構ね、何年も何年も職質やって、あ、またかとかって思ったんだけど、一時期ね、亡くなって、まあ、最近またちょっと多くなってきてね、ね、お父さんどこ行くのお父さん俺のことかいっていうね、本当そんな感じでね。夜中に普通に歩いてて声かけられるもんね。これはどこ行くんですか、
ちょっとって言ってね、あそうなんだ、えこっちのちょっとね、あの今から通行止めになるんだけどって、えなんでとか言ってね、うん、あそうか、じゃあどうすればいいのって、いやあのちょっと迂回してほしいんだけど、あそうかそうか、うーん分かったよっつってね、ちょっと元に戻る感じして次の道を一本また入ってったりしてね、あ、まあそんなことはいいんだけどさ、うん、でも本当あの年食ってからのなんかね、なんかあれなんだよね、はい、あそこ行きたいんですけどとかってやるけども、なんでこんな無駄な時間使うのかなとかって一瞬思ったりもするしさめんどくさいんだよ、だからね、だからもうと職質は卒業したいだったからね、そんな感じですよね、思うんですけどね、もしもしってね、もしもしってね、声かけられることが多いんですよね、俺なんかがもしもしって言ってね声かけたらね、そりゃやっぱりあのキャーとか言われますもんね、うん、いや本当そんなもんですよ、うん、まあそんな話してる間に、そろそろ時間かな、まあそうだよね、風大丈夫かな、なんかね、あんまり編集しなきゃいけないってことになるとさ、もういい加減途中でやめたくなるんだよねだからできればね一発撮りでバチッと決めたいんですけどね、まあしょうがないやな、まあぼつったらぼつったでまた次やりゃいいんだい、まあそういうことや、うん、まあそんな話してる間に、今日もね、素敵な1時間、1時間でも40分ぐらいですかね、過ぎてしまいました。5月もこれから盛り、5月の盛りですよ、5月これからいいこといっぱいあるよ、ね、本当そう思います。いいことあるようにしましょうね、ということでね、またやりますので、よかったらチェック入れてください。ということでね、今日はこの辺で終了します。どうもありがとうございました。おやすみなさいです。グッドナイト。